待望の新シーズンのスタートです。開幕戦を勝利で飾るのはどちらのチームでしょうか。決戦の時が迫っています。このまま EA TV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。晴れ渡った青空の下でピッチが緑色に輝いています。注目のデイゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。どちらのチームにとってもシーズンの開幕戦となるこの一戦、ウィンブルドンがジュニアーズと対戦します。いよいよ新たなシーズンの開始ですが、残留争いを予想されているチームにとっては試練の時が始まるといったところでしょうか。確実に勝ち点を積み重ねていくことが降格を避ける秘訣でしょう。まずはこの開幕戦からですね。試合のキーとなる選手の予想は難しいですが、この選手に期待しているサポーターはかなり多いでしょうね。ここ3試合はゴールに次ぐゴールで大活躍でしたからね。今日は相手からのマークが激しくなるでしょうが、それでも抑えきれないでしょう。サポーターもこの人のゴールを期待しているはずです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。一般的な 5-3-2 ですね。穴ができにくいシステムです。こちらがジュニアーズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。ボールロスト、味方がサポートに来ます。味方をうまく使います。いい攻撃でしたがうまく活かせません。攻め上がってきました。この後の展開に注目です。ボックスの選手に合わせました。ここはクリアしました。いいロブですね。このパスからチャンスを作れるか。サポートを使えそうです。オフサイドです。アタッキングサードでボールを回していきます。いい流れに見えましたがフィニッシュには至りません。
ボールが前に運ばれてきました。さあどうする、ボックス内へ入れてきた、これを止めた。キーパー相手のゴールを許しません。サイドからの攻撃、スペースを攻め上がります。これはナイスインターセプトです。味方の選手が寄ってきました。いいクロスだ。ここはキーパーがしっかりキャッチしました。ボールを取り返します。ドリブルパス、選択肢は一つだけではありません。ボックス内にクロスが通ります。ポストに当たった、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。一度は枠に当たったもののよく決め直しました。落ち着いてましたね。まあ監督も嬉しそうです。1点リードとはいえ大きな意味を持つゴールになりましたね。さて1点を追うジュニアーズのキックオフ、同点を目指して攻撃に入ります。ダニク、アディショナルタイムとして1分追加されました。ホイッスルが鳴って前半終了です。福西さん、この選手ですが前半を見る限り調子は良さそうですね。いい場面で勝ち越しゴールを決めていましたよね。あそこからチームが一気に流れを引き寄せたように。さあ後半キックオフです。攻守の切り替えが大事です。スローインです。際どいタックルでしたがノーファール、プレーは止まりません。少し無理をしたようにも見えましたがしっかりボールに行っていますからね。いいディフェンスです。いいパスが通った。パスが通った。いい寄せです。
福西さん、マンチェスターシティが随分前から狙っていた本物の選手を獲得しましたね。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。これはスローインになります。攻守が入れ替わりました。ダニク、これは見事なパスカットです。ケリー、これはいいタックルです。ボールを奪取しました。これはいけるか。ゴール。試合を振り出しに戻しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。いつも冷静な監督もここは喜びを爆発させていますね。これだけ大きな同点ゴール。でした。試合終了まで10分を切りました。ジュニアズがボールを奪いました。さあ勝ち越しを目指して攻め立てます。これが最後のチャンスになるかもしれません。スローインでのリスタートとなります。どうやらベンチに動きがあるようです。のボールが出ました。落ち着いています。ここまではサポーターにとってもストレスを感じる展開でしたね。試合も終盤ですから、これは勝ってほしいという思いを込めた声援でしょう。試合終了まであと1分です。
ここでホイッスル。このリーグ戦は引き分けという結果に終わりました。実力で及ばないと思われていたチームですから、この結果は勝利にも等しいんじゃないでしょうか。開幕戦からこれだけの粘りを見せたことは、次節以降の戦いにも生きてくると思います。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。この人の活躍があったからこそドローに持ち込めたんでしょう。あの同点ゴールでチームは息を吹き返しましたからね。Some questions regarding the match. Thanks so much for answering our questions.